リアラボです。え関、ー、牛乳さんですね。あの、岐阜の素晴らしい、えー、楽の農家さんが集まって作っている、え関、ー、牛乳さんのですね、関フルーツ。えー、フルーツ牛乳って、これ、これも子供の時から大好きで、えー、これはですね、えー、ピーチ味ということで、甘酸っぱいピーチのミルク。ね。ピーチ味。はい。えー、牛乳屋さんが作る。だから美味しい。ね。甘酸っぱいことを知ってる。 知ってるような気がするな。青春だかな。ピーチ味。果汁1%ってことで、赤牛乳のですね、牛乳と、それからピーチが合わさった、えー、ということだと思うんですが、ちょっとこの、フルーツ牛乳。フルーツ牛乳ってのも素敵ですよね。飲んでみたいと思います。はいはいはい。 あ,あのね、面白いよね。だから、このクオリアラボで、いつもね、クオリアのを探るんですけど、ほんとクオリアの宇宙って無限だなと思うんですけど、今ね、最初にね、フルーツでは、ま、この前ピーチ、ピーチのね、あの、なんとも言えない香りが来たんですよ。で、飲み干した後に、ミルクのまろやかさ。やっぱりこういうね、あの、 石フルーツみたいなフルーツ牛乳ができるのは、ミルクが美味しいから、ベースになるミルクが美味しいから。ベースになるミルクが美味しいから、ピーチの方も、なんか思いっきり安心して、あの、果汁を託すことができるっていうかね。だから、これまさに、牛乳という安全口があるからこそ、ピーチという、 果汁も生きるとあのね、このミルクのまろやかさが、ちょっと口の奥の方、奥の方で感じられるって感じかな。おいちこのパック牛乳のね、飲み終わった時のこの音が幸せの音だね。ということで。 こんな姿になってしまいました。関フルーツさんの、えー、フルーツさんじゃないや、関牛乳さんの赤フルーツ。えー、また岐阜の近くに行ったら見つけて買って飲みたいと思います。幸せ。幸せのと。